サンプルでもらったものを紹介します。まず前の動画でも紹介したんですけど、じゃーん、めっちゃ可愛いスニーカーもらいました。友達からもらったんですけど、サンプル何欲しいって言われて、デザイン性のある靴かバッグが欲しいっていう、めっちゃ鬼畜な要望をしちゃったんですけど、理想通りめっちゃ可愛いものをくれました。ここがめっちゃ可愛くて、靴の後ろタイガーって書いてあるんだけど、めっちゃ可愛くない？ここマジでこれ履いただけでさ、その日気分上がるから本当に嬉しい。でシルバー大好きだし、この紐とこの白っぽい部分が完全なる白じゃなくてちょっとクリーム色っぽいから、それがめっちゃシルバーとあってめっちゃ可愛い。ほんまにありがとう。ほんまに可愛いです。本当に友達でよかった。ありがとうございます。次が彼氏からクリスマスプレゼントでもらった、じゃん、バッグです。めっちゃ可愛くない？ピンクにこのギランギラン、このギランギランがめっちゃ合う。でもなんかあんま入んないと思うじゃないですかこれ。でも結構入るの。ペットボトルとスマホ財布は絶対入ると思う。でここにも脇両サイドにもちっちゃい入れるところあるから、ここにリップとかクシとか入れるからかさばんないし、取り出しやすいからめっちゃ使いやすいし、しかも可愛すぎる。本当に可愛い。これマジでお気に入りです。で次が彼氏からタンプレでもらったもので、じゃん、ビビアンの財布です。めっちゃ可愛くない？これしかも結構大容量なんですよ。まずここ開けたら、ここ小銭、ここの赤いとこ開けたら、ここカード入るじゃん、3つ、こっち札で、ここカード3つ入って、ここにも入って、でここにも入る。マジでめっちゃ入る。でうちカード捨てられない人だから、もうマジで今の財布カードパンパンなのね。だから本当に大容量の財布嬉しい。しかも可愛い、このロゴが可愛い。ブランドの財布と一緒にもらったものがあって、じゃん、アームウォーマーもらいました。めっちゃ可愛くない？個性的で、なんか雪国から来ましたみたいな感じ。めっちゃ可愛い。でも使い方がむずくてさ、何と合わせればいいんだろうって思って、ちょっとそれは今模索しております。多分黒のジャケットと白 T とデニムのパンツとかはめっちゃ可愛いなって思うけど、それ以外はちょっと見つかってないので、誰かいい案あったら教えてください。こんな感じです。本当に可愛いプレゼントありがとうございます。
darling, please shoot.